おはようございます。神奈川から移住して6年目の安藤です。今日は3月の8日月曜日です。天気は今日は曇りです。かなり気温は低いですね。天気予報だと最高気温今日は5度、昼頃にですね5度になって最低気温はなんとマイナス6度っていう風になっておりまして、マイナス6度といっても明日の朝3時頃ですかね、そんぐらいの時がマイナス6度っていうことで、やっぱりまだまだですね、朝晩は冷え込む、格好になりますね。とはいえもうしばらく雪は降っていないといいますか、もう、雪もいよいよ終わったのかなと思います。で今日ちょっと精米ですね。もうここら辺はですね本当に雪がなくなってきましたね。もう雪の重かげもねだんだんなくなってきたのかなと。ここら辺まで来ると本当にやっぱり山地とは違って溶けるスピードが速いですね。まだまだ雪が溜まっているような場所っていうのは溶けづらいんですけど、だいぶですねこの道幅も広くなりましたし、歩道なんかもですねもう雪がない状態ですね。まだまだ田んぼの方とかは雪が溜まっているので、まだまだですね田んぼはできないなと。この前燕市に行く用があったんですけど、燕市なんかはもうほとんどですね田んぼも見えている状態でした。長岡ら辺まで行くと、まだ長岡ら辺はまだ手前なんですけど、手前の方はまだまだですね雪がうっすらとしていましたけど、やっぱり十日町っていうのは桁違いですね雪の量は。まだまだ田んぼは見えてこないですね。多分田んぼはまだ1メーターぐらいは積もってますね。まだまだ山地の方はですねまだまだ溶けないですね。こういう斜面の部分っていうのはあらかじめもう業者さんが雪をかいたりしていたので溶けるスピードも速いですね。雪崩防止ですね、この時期っていうのはやっぱり晴れてきだすと今度は雪崩の心配っていうのがねあったりするので、自分もですね普段から気をつけてはいるんですよ。分校の坂道なんかはですねもう亀裂が入っていて、もういつ崩れてもおかしくないような感じで、原理みたいなのがよくわかりますね、雪崩の。もう完全に上がせり出しちゃって重力にのっとってもね力がこう下に働いて、で何かのこうきっかけでこう亀裂がもう入ったりすると、もうもろともですねもうその重みで崩れ落ちていくっていう感じですね。そういうのを防ぐために業者さんっていうのはあらかじめ、もうその雪の部分を掘るんですよね。本当にだんだん春に近づいてきてますね。結構Facebook とか見てると桜かな、梅か分からない、忘れましたが、なんか明らかに春っぽいようなね投稿してる関東のね方が多く見られたんですが、まだまだこちらはですねその桜はまだまだ先ですし、梅とかね桜とかまだまだ先ですね。いつも本当ゴールデンウィーク前ぐらいですかね、そんぐらいがこう花見の全盛期というか気がしますね。この景色を見てもらっても分かる通り雪が溶けたとはいえまだまだこう単色に近いですね、緑じゃないですもんね明らかに。
こちらはまだまだこう芽吹かないような状態ですね。まあなんせやっぱり気温が、雪が降らなくなったとからとはいえまだまだこう低いですね。イベントありましたね、十日町市で。あの雪花火っていうイベントなんですけど、まあ雪が降るですね、3月、まあ雪降らないな、まあ、3月の1週目にですね毎年やってるイベントなんですけど、まあ、雪の中でですね、雪というか、まあ、雪のあるフィールドの中で花火を上げるっていう、まあ、イベントなんですけど、まあ、大体1万発だったかな、まあ、花火を上げながら、まあ、音楽をこう、音楽と花火の融合みたいなイベントですね。音楽流しながらこう花火を打ち上げて、でまたその日はボランティアの方々がですね、こうライトを雪の中にこう埋め込んで、まあ、夜になるとその LED ライトがですね、まあ、いろんな色をした LED ライトっていうのがね、あの地面からこう光を放って、それもまた幻想的なんですけども、まあ、それと花火と音楽とみたいな、その融合がまた非常に面白いイベントでですね、自分も、ここ最近毎年行ってたんですけど、まあ、去年はですねイベント自体が、中止だったんですけども、今年は、開催されるっていうことだったんですが、まあ、子供もちっちゃいのでなかなかですね移動の部分が大変になるので、今年は断念したんですけども、まあ、皆さんねなんか Facebook とかそういうので、投稿してたので、写真は拝見したんですけど、写真とか動画とか拝見したんですけど、今年はちょうどこう雪、雨と雪と霧が重なったみたいで、はっきりとは花火はやっぱり見えなかったっていうことらしいんですけども、まあ、それでもあの映像、まあ、画像とかからですね、そういう、ライト、埋め込んだライトとか、まあ、あと花火も若干映ってたやつはね、すごい幻想的でした、本当に。あの皆さんもあの画像検索してみてもらえば分かると思うんですけども、とても映える。イベントだと思います。まあ、自分もですね来年こそは行きたいですね。まあ、なかなかね人数制限とかも、していたと思うので、まあ、そういった部分もねやっぱり人が集まってこそのイベントだと思うので、来年はねもうみんなでねこう共有したいなと思いますね。もうなかなかやっぱ行きたい人が行けないっていうね、このご時世嫌ですね、イベントごとも。行きたくてもね人数制限に引っかかって参加できないとかね、そういう方もねいらっしゃると思いますし、この時代は本当に嫌ですね、もう行きたくても行けないっていうか。まあやっぱりね感染をのことを考えるとやっぱり行けないですし、感染を恐れてなくてもこう建前的にもねなんか行っちゃダメだなっていう空気感が嫌ですよね。そこら辺難しいですよ、本当に人それぞれの考え方があるので、まあ、今日はあの精米なのでここら辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。今昼休みに入ったのでちょっくら文庫に、池谷文庫に行きたいと思います。まあ、最近ありがたいことに、かなりですねお米の取り扱い量が増えているので、例年、午前中でね終わっていた作業だったんですが、ここ最近は1日作業に、なってきているので、まあ、今回の、精米もですね、まだまだ時間かかるっていうことで昼挟んで、作業に入る格好になります。まあ大体前回もですね4時とか5時に終わったんで、本当にかなりですね、好調ですね。山清水米ありがたいことですね。
金曜もですね、先週の金曜も、仕事休んでいたので久々に上まで来ましたが、かなり、雪解けてますね。側溝が見え始めてますね、至る所で。文庫の坂道はこんな感じですね。本当に溶けてきてますね。道幅も広がってます。ここら辺だんだん緑が見え始めてきましたね。本当に春に、ようやく春に近づいた感じですね。もうここも崩れましたね。すごい、こんなに道は広かったんだってぐらい。こんな感じですね。ここら辺がお吹きの塔かな。もうだいぶ緑が見えてきましたね、ようやく。よし、はい。もうだんだん低くなってきてますね。まあ、という感じで今日は平常になります。ご視聴ありがとうございました。